朝食の支度ができたぞ。今日のメニューはフレンチトーストにスクランブルエッグ、それとアボカドサラダだ。ザ洋食だね。それじゃあいただきます。サラダもちゃんと食えよ。持ち上げても何も出ないぞ。別にそういうんじゃないよ。ただ思ったことを口にしただけだし。考えてみたらお兄ちゃんって料理に手を抜かないよね。面倒じゃないの？手間はかかるけど面倒だと思ったことはないな。むしろ手間をかければかけるほど美味しくできるし楽しいくらいだ。少しは俺のありがたみが分かったか？ご飯だけじゃない、うまるが毎日暖かな布団で眠れるのも、綺麗な服を着られるのもお兄ちゃんのおかげだね。なかなか殊勝なことは言うじゃないか。なんでもない。なら何にも問題ないよね。ないない、大丈夫だ。
遅れを取るわけにはいかないもん。また二人で最高の試合をするために、おまるだけ置いてけぼりじゃダメだしね。さあ頑張っちゃうよ。まずは最初に止められちゃったコンボの検証からだね。エンターテインメントにこだわるあまり、見た目の派手さにとらわれて不完全なものにしちゃった。派手なコンボだって決まらなきゃ意味がないし、それどころか反撃のチャンスを与えちゃ本末転倒だよ。一世界クラスはみんなあれくらいやってくる。一瞬の隙が命取りなんだから。電話だ、誰からだろう。はい、もしもし。プラザガプコムの店長ですが、ドマさんのお宅でしょうか。なんでゲーセンの店長がうちに。はい、そうですけど。突然の電話申し訳ございません。うまるさんはご在宅でしょうか。うまるは私ですけど。そうでしたか。先日は優勝おめでとうございます。ありがとうございます。それで一体。電話ではお伝えしにくい大切な用がございまして。都合のよろしい時間で構いませんので、当店までいらしてはいただけませんか。ますますもって謎は深まるばかり。電話では伝えにくい話って。出しちゃってごめんね。何か予定があったりした？プリキュラのブルーレイを見るくらいだったので問題ありませんわ。それに大事な友達の頼みとあれば何を差し置いても駆けつけますわ。一人じゃ心細かったから TSF さんが来てくれて助かったよ。しかしですわ、ゲームセンターの店長さんが何の用事なのでしょう。本当に何だろうね。ちょっとドキドキするけど行こうか。どこまでもお供しますわ。どうぞおかけください。突然電話がかかってきて驚いたでしょう。まあそうですね。そう緊張しなくても大丈夫ですよ。悪い話ではありませんから。と言われても話を聞いてみるまで判断できないって。しかし TSF さんもいらっしゃるとは思いませんでしたよ。お友達の頼みをお断りできませんわ。TSF さんが同席しても構いません。一緒でお願いします。それでは長話もなんですから、早速本題に入らせていただきます。来た。なんだ、一体何が飛び出すんだ。昨夜弊社に UMR さんについて詳しく知りたいと問い合わせがありました。まさかストーカー。いえいえ、
だとしたら悪い話ではないなどとは言いませんや。誰なんですか？私のことを知りたい人って。レボリューションという大会をご存知ですか？もちろん、世界的に有名な格ゲーの大会ですよね。プロを目指していて知らなかったら大問題だよ。格ゲーマーなら誰しも憧れる夢の祭典、毎年スターを生み出す世界最高峰の大会の一つ。いつかあの決勝の舞台に立ちたいっていうのが目標の一つなんだし。その大会運営をしている企業の一社がUMR さんに興味を持たれたようです。いやいや、冗談ですよね。こんな冗談を言うためにわざわざ来てもらったりしませんよ。それはそうだ。しかし慌てるな。ただ興味を持ったってだけで、それがどういう意味なのかはまだわからない。ここは最後まで聞かなくては。なんでも先日のスペフォー大会の中継をプロモーターが見ていたらしく、 UMR さんのプレーに魅せられたとか。マジか。すごいですわ。しかしそこで一つ問題が。なんですか？UMRさんにお話を持ちかけてきたのは海外の企業でして。プロモーターさんは明日までしか日本に滞在できないそうです。つまりどういうことです？明日も弊社主催のゲーム大会があるのはご存知ですか？私はエントリーしています。しかし、UMR さんはエントリーしていませんよね。さすがに、連日はきついと思いましたので。先方は直接その目で UMR さんを見て、どれほどの広告効果を望めるのか見定めたいとのことでした。広告効果って、それってつまり…言明はされていませんでしたが、プロへのスカウティングと考えて間違いないでしょう。私がプロ？素晴らしいですわ、UMRさん。海外。もちろん断れますよ。ですが、もし UMR さんにプロゲーマーという夢があるのでしたら。夢はありまくりだよ。こんなカモネギ二度とないかもしれない。大会には今からでもエントリー可能なんですか？店長パワーでどうとでもできます。ぜひ参加させてください。